はい、どうもゆうくんです。今回は、新型、スペーシアカスタム Z の方を見に来ました。まず、外装内装から見ていきたいと思います。はい、スペーシアカスタム Z の、これはターボモデルとなります。で、外装がこのような感じになります。はい、で、ちなみにね、あの隣に、僕のワゴン R あるんですけど、サイズ的にはね、微妙に大きい感じですね。はい、で、フロントマスクがこのようになるんですけど、やっぱりスペーシアカスタムの、まあ通常のものと比べて、迫力がやっぱり増した感じがします。横から見るとこんな感じです。はい、でリアが、このような感じになります。はい、はい、で続きまして内装を見ていきたいと思います。はい、読み込みまして、はい、インパネ周りがこのようになります。はい、やっぱりね、メーターが、ここにあるっていうのが、見やすいですね。はい、あとね、メーターの、視認性もいい感じで、いいなと思います。で、ターボモデルですので、このようにね、パドルシフトも、ついております。で、ステアリングスイッチなどの、も、ついております。で、このモデルはですね、純正の、全方位モニターに対応したナビがついています。で、エアコンがオートエアコンになります。はい、で、収納もある程度ねありますね。で、一番いいなと思っているのがここにね、ティッシュを入れられるっていうことであります。で、あとね、ここにコンビニの、フックも、ありますので、ビニール袋とか、ここにね吊り下げることもできますね。はい、で、グローブボックスは、こんな感じです。で、ここにもね収納があります。はい、あとは、USB の端子とか、電源がありまして、ここにもね、物入れがあります。で、あとは、アームレストのとこにもね、ボックスがあります。はい、結構ね便利ですね。で、続きまして、後部座席の方見ていきたいと思います。これはパワスラじゃなかったですね。で、パワスラも選べるようです。で、メリットに見まして、広さは、こんな感じですね。まあ、通常空間も、かなりね高いですし、なんか全体的になんかゆったり座れます。はい、で、一回閉めまして、イージークローザーね、つけます。で、サンシェードがね、ついてます。はい、はい、で、ラゲッジが、まあシートを、一番下げた状態ですと、このぐらいのスペースになるんですけど、シート格納するとね、もっと広い、スペースが確保されるっていうことになるようです。はい、じゃあ、続きまして試乗の方行ってみたいと思います。はい、それでは、スペーシアカスタム Z の、試乗の方に行ってみたいと思います。エンジンをかけます。はい、こんな感じですね。はい、
ナビ音量を下げまして、はい、はい、それでは、スタートします。はい、最初ブレーキの感覚がね、慣れないところもあるんですけど大丈夫そうですね。はい、オートロックですね。あ、かかりました。はい、やっぱりなんかインパネ、なんか奥行きがある感じでね、結構開放感はいいですね。はい、であとね、まあ、頭上空間も、まあ、今乗ってる、ワゴンRと比べて、結構高いので、やっぱりゆったり運転できる感じです。であとね、走りも、まあ、今渋滞なんですけど非常にスムーズですね。よいしょ。よいしょ。うん。で、やっぱりね、YouTube の他の動画でも、まあ、スペーシアカスタムのこの Z の、ターボモデルとかね、動画見たことあるんですけど、なんていうか、まあ、乗り味的には、まあ、期待はしてたんですけど、やっぱり期待通りかなと、思います。はい、で、やっぱりね、ターボある分、ワゴンRよりは、走りいい感じがします。はい、なんか普通に走る分にはですね、まあ、十分な、パワーですね。はい、で、やっぱりね、デュアルカメラブレーキサポートの、ユニットがここにあるんですけど、天井が高い分、僕はそんなに、気にならない感じです。で、まあ、今回ね、隣っていうか、まあ、まあ、車内にね、もう一人ついてくれるのかなと思ったんですけど、なんかスタッフさんいないということなので、まあ、一人で行ってきていいということで、まあ、貸していただきました。で、ちょっと舗装が良くなったので、まあ、ロードノイズも、そんなに気にならなく、なってきました。いいのかな。多分このまままっすぐ行けば、T 字路に、まあ、45号の、まあ、T 字路に、当たるそうなんですけど、で、ちなみにね、うちの近くの、ディーラーさんで、試乗動画とか撮りたいなと思ったんですけど、撮影ダメって言われたんで、気仙沼のディーラーさんまで、来て、
撮影しております。はい、合ってるよなこの道で。合ってた、あそこに出るんですね。やっぱ走りが気持ちいいですね、やっぱり。まあロードノイズは、まあ、気になるところは気になるんですけど、うん、別に、まあ、僕はそんな、気にならないですね。はい、で、はい、よいしょ、アイドリングストップブワーしないですね。うん、ちょっとまだバッテリーが十分に充電されてないんでしないですね。わあ、ちょっとここの交差点ちょっと狭えな。はい、ここでマニュアルモードを、試してみたいと思います。5、6、7、うん、パドルシフトの操作感もいいっすね。やっぱりなんかパドルシフトで、変速できるのってまあいい感じですね。でね、今、60キロで、走ってるんですけど、なんていうかね、結構ね、回転も低めで、まあ、スムーズに走行ができている感じです。はい。ここまでなんか長く乗ってるとやっぱりなんか欲しくなっちゃいますね。ちょっとまあ緩い上りなんですけど、まだね、エコ運転がね、エコ運転の、モードとあります。で、やっぱりね、スズキ車の良さっていうのは、やっぱり燃費の良さかなとも思います。はい、やっぱりね、スズキなんで、なんていうか、安心感がね、あります。はい、まあ、ダイハツもいいなって、まあ、もう思うんですけど、うん、やっぱり結局鈴木かなって思います。ここにも交差点できるんですね。左で、アクセルから足離すと、回生しますね。
を接しまして、市内にね戻ります。うん。今アイドリングストップしてます。はい。で、はい、再始動もね、ちょっと振動はあるんですけど、セルモーターが回ってる音がしないっていうのがいいですね。なんていうか、やっぱハイブリッドを乗ってる、感覚でいいなと思います。うん、あとね、純正のナビの、視認性も、いいですね、うんうん、やっぱこの車大きさ的にもね、ちょうどいいですね。15キロぐらいで、アイドリングストップする感じかなと思われます。静かに指導するのがいいですね。はい、
ということでお店に戻ってきました。で、バックで止めるんですけど、かな、よいしょ、はい、全方位モニターがこんな感じに映ります。はい、けどやっぱなんかバックモニターなしに慣れてるんで、うん、見やすくてはいいっすね。でもやっぱミラーも確認するっていうか、そういう感じですね。はい、で、モニターも、確認するというか、こんぐらいでいいかな、もうちょいいけるかな。はい、はい、ということで、スペーシアカスタム Z の、試乗でした。ありがとうございました。